フレッシュ、微妙なイルミネーションだし、後ろから人見てるし。今日は仙台松島の瑞巌寺に来ております。携帯で撮影しているので何がなんだか分かりませんということで、あとは長さ100手からの映像をお楽しみください。ほぼ音声なしです。どうぞ。チケットは奥の売店で販売しております。調子の見える奥の売店で販売しております。チケットをお持ちのお客様はゆっくりお持ちください。大人800円、焼酎200円。メンツイン、紅葉ライトアップ、配管券、チケット売り場はこちらの列となっております。もうちょい奥行ってみる。もういいか、使わねえからもう。この階段もなんかいたもんな。普通の階段でねえもんな。撮影される方、撮影するのはお力でお願いします。気をつけて撮影ください。暗くなってしまう。撮っちゃった。Thank you.
くって。どっちから行った方がいいんですか。僕なんか座ってます。こんばんは。例えば右手側進んでいただくと生演奏の方も行っておりますので、そちらもぜひお楽しみください。そうです、こちら側になりますね。仙台の方からやってきてですね、この素敵な円通院さんの庭園で毎年演奏の方させていただいていました、毎年恒例になってはそちらの CD の方で、ね、持ってきておりました、初めての人もいると思うので説明なんですけれども、円通院で配っている限定の CD となってます。手作りですし、ほんのちょっとしか入ってないから、ね、値段とついてない人お気持ちでということでお配りしておりました。今年はクラシックの曲中心に4つほど入った本当に短い CD なんでね、円通院のお土産だと思って気軽に持ち帰っていただけるといいかなと思います。みんなジャリンジャリンつってなんか箱入れるからね、入れてくれて、それで CD 持っていく感じなんですね。もう毎年言ってるけどね、10円で20万円くらい持ってたおばちゃんいたんですよ、3年前すごいですよね。みんなはきっとそんなことしないよね。そんな感じで平和に持ってっていただけたらなと思います。その CD の方に録音した、クラシックギターのすごく有名な曲、ソルっていう作曲家がいるんですけども、その方が作った月光という曲をお届けします。といってもみんなが知ってる月光とは違うと思うんですけど、ちょっと聴いてみてください。すごくギターらしい曲です。
やったらいいね。